女子 1500m 競走決勝です。出場選手をトラック内側からご紹介いたします。花見菊花さん、渋谷学園まかり。柏木しおりさん、東葛飾。石塚杏さん、一律稲毛。金原千尋さん、琉球大柏。藤田真美香さん、成田。中谷奈々さん、柏みなみ。小西みどりさん、東葛飾。岡本咲さん、八千代松陰。勝俣菜々美さん、一律船橋。瀬谷桃佳さん、我孫子。内田理央さん、八千代松陰。藤村ゆりさん、琉球大柏。吉田亜美さん、一律船橋。山本智香さん、成田。以上14名の出場で女子 1500m 競走決勝です。さあスタートしました女子 1500m 競走決勝です。先頭いたしましたのは金見さん、渋谷学園まかり1年生、今年の県総体では第8位でありました。2番目は八千代松陰の岡本さん。そして同じく八千代松陰の内田さん。琉球大柏は藤村さん。先頭 400m、 1分13秒。先頭は岡本さん、八千代松陰。金見さん、渋谷学園まかり。琉球大柏は藤村さん。八千代松陰の内田さん。そして東葛飾は柏木さん。さあ県総体でも前半引っ張りました金見さん、渋谷学園まかり。花見さんを先頭に間もなく 800m です。さあ 800m は2分32秒。八千代松陰岡本さん、そして花見さん、内村さん。金見さん 1000m です。3分11秒。 1000m 3分11。藤村さん、琉球大柏。そして金原さん、琉球大柏。さあそして外側からは柏木さん、東葛飾。さあ残り1周。さあ渋谷学園まかり金見さん
さあ 800m でも2分18秒台の記録を持っている、花見さん、そして藤村さん、琉球大柏、3000m で、県高校総体6位。残り 200m、 渋谷学園まかりの金見さんが先頭、そして琉球大柏の藤村さん、さあ最後 100m の勝負。さあ先頭は金見さん、渋谷学園まかり、藤村さん、琉球大柏、逆転して藤村さん。さあ女子 1500m、 藤村ゆりさん、琉球大柏は優勝4分42。決勝を走った14名の選手に大きな拍手をお願いいたします。最後の最後まで分からないレースでありましたが、最後大逆転は藤村さん、琉球大柏4分42秒07のタイムでありました。女子 1500m 競走決勝でした。